きました。よいしょ。今時間は今時計見れない、昨日の残りのサテっていうジャットリみたいな国だから、これから多分6時前でね、6時半ぐらいか、今からドメスティックフライトで、ジャカルタに戻って、そこからバンコク経由で東京に戻ります、もうバリ1日だけしか見えなかったから、バスからの景色とか車からの景色しか見えなかったけど、すごい良さそうね。まあなんか男2人で来るとこじゃねえなって感じもする。確かにね、まあとりあえず、今からあのティフィンカウンターに行って行きます。今ジャカルタ空港着きました。スカルノハッタン空港に着いて、スカルノハッタン空港確かスカルノ空港かな、に着いて、これからバンコク行って、そこから東京に戻る感じ。ちょっと長いね。長い、乗り換えが多いって感じ。でもさっきね、そうフライトがディレイとしたって、本当8時発のやつを取ってたんだけど、9時半出発のやつになって、こっちに着いたのが10時45分ぐらいだった。まあまあちょうどいいと思う。こっちの出発が12時45分。よかったね、早めに取っといてね。やっぱね、そう、3回乗り継ぎがあるとね、どうなるか分かんないから。そうだね、余裕持った方がいい。じゃあ、そのから帰りに行きます。ターミナルは歩いては移動できないから、ね、多分バスに乗るか、これが使うのはやっぱりこの電車の方、ターミナルトレイン。なるほど。ターミナルトレイン、スカイトレインっていうやつ。そう、まあ、これ使えば結構すぐ行けるから、でもなんか待ったりしないといけないから、5分とかさ、あの時間読めないよね。余裕持っても読めないからね。ギリギリだと結構ストレスになるから、やっぱり事前に余裕持って予約っていうのが ね、大事だよね。俺らさっき乗ったのがこのターミナル 1B なんだよ。で、こっからここまでが3分で、俺らの最あのインターナショナルの方はターミナル3だから、3分、2分、5分、合計だから10分になる。だから結構まあまあ時間かかるから、まあスカイトレインで10分だからね。そう、順々に止まってる感じ。
ー